黒川総合戦の後、徳川家康は美濃赤坂の味方陣にたどり着き、石田三成は大垣城へと帰還した。その夜、すなわち1600年9月14日午後7時、西軍総帥石田三成は全軍に移動命令を下す。目標は関ヶ原。三成は両替の地関ヶ原に東軍を誘い込み、一気に包囲殲滅戦と図ったのである。西軍諸隊は雨の中松明を消し、声を殺して敵に悟られぬよう関ヶ原へ移動した。西軍関ヶ原へ移動中、この知らせは翌9月15日午前2時、家康本陣にもたらされた。家康には三成の戦術は読めていた。しかし城攻めより野心を得意とする家康にとって、西軍の動きは願ってもないものだった。今まさに史上最大の合戦が始まらんとしていた。西軍の陣容は分かったか。は、敵の陣容はくれに。殿、政略をお決めくだされ。ここに殿が練られた策がございます。旅の一戦に出陣させるものはこれでよろしゅうござりますか。それならば必ず勝てましょう。殿、ご出陣の手はずこれでよろしゅうござりますか。うん、諸将に伝え、これより出陣いたす。敵はどこへ向かっておる。石田三成、柴左近の軍勢を先頭に関ヶ原へと向かっている模様。
んだから歴史だろ、一気に決着をつけようという魂胆、おそらくは島左近の策略。島左近、何を言う、岸田三成が家臣、島左近よ。左近、昨日打ち取っておれば。ダムがない。まあよい。まあ俺だよ。大合戦で撃たれたとあらば三成も本望じゃ。何にしてにくいダムがどっかに出せるの。秀忠はどうなっちゃう。また来ぬか。秀忠殿が軍勢は真田に足止めを食らったが響き、いまだ中山道進撃中かと。せがれよ。殿、先方はこの井伊の甘さにお命じください。これは異なことを申される。先方はこの福島正信と決まっておるわ。この一戦は徳川と豊臣、天下分け目の決戦。上方衆に任せれば我ら徳川直臣の面目が立ちません。何を申す。徳川と豊臣の戦などではないわ。三成めを退治するための戦よ。かかれ、家康の城だぞ。取り潰してしまえ。わしは三成が憎い。奴の肉を食わせてやりたいほど憎い。なぜか我らの国を横取り、豊臣家を乗っ取ったんじゃ。こたびの戦で先方を賜れないなら我が手勢だけで切り込むまで。当たれ。先方の一人はすでに福島殿に決めておる。なおまず諦めよ。この黒田長政も正則同様、三成には煮え湯を飲まされてまいりました。奴が天下を取るなど断じて許せません。さればば三成大使の策として小早川吉川への調略を進めてまいった次第。徳川殿、ぜひともこの手で取らせてくだされ。長政よ、九州でお父上黒田助水殿がご活躍中と聞くが、さてさて徳川殿のために戦われているのか、それとも天下を取ろうとでもお考えなのか。皆が豊臣徳川の争いに気を取られている隙に、わしは九州をいただくよ。忠興、お前は何を申す。長政が父と結び、家康殿の寝首を欠くとでも申すのか。いや、からでも変えるんだな。助水殿の腹が読めぬと申しておるだけよ。徳川殿、三成が軍勢、この細川忠興にお任せあれ。どうか妻の仇を討たせてくだされ。妻ガラシャ、私はキリシタ、自害は禁じられております。されどこのまま石田三成の捕虜となれば殿に申し訳が立ちません。どうかこの胸をその槍で突いてくだされ。されど早く。では軍議を始めるといたそう。敵
敵の布陣はどうか。物見の報告によりますれば、敵布陣はこのようになっております。作戦はこのようにした。敵を打ち破れましょう。見事な作戦にございます。おう、軍議はこれまででございましょうか。うん、you
君こいつら倒すかな。あ、毛利か。毛利とよしか。
暮らしてご覧に入れる。してくれよ。ならずや敵を下してご覧に入れる。
敵を下してご覧に入れる。敵を下してご覧に入れる。さあ本陣潜るか。
徳と味わい。どうですか。本州雪中でね。痛いな、大砲くぐったわけない。最悪だよこれ。台風攻撃の受けたから兵がガクッと減ってるわ。マジか。こいつまで台風撃ってきやがった。負けるわ。うわ、やばい。終わった。みんな死んだわ。ああ、700も消えてしまった。最悪。こっち向かうんだよ。
やばいじゃん。本当だかつボコボコにされるよ。これ射程とかがあるからね。あと繊維とかにでも影響してくるよ。繊維が低かったら使えん特殊な攻撃だ。最悪なのこれ。大勝利にござりまする。いやいや、徳川殿にお味方するな。毛利100年の計。
Thank you.
クソ包囲されたか。近く受け止まりました。もう小西軍壊滅だな、ほぼこいつらが死んで倒れるのが、いや、違うな。浮田がやばいな、部隊数がめっちゃ多いわ。よし、じゃあ小西倒した。
敵を下してご覧に入れる。これものが付けそう。過去の手をひねるようなものだわ。秀忠めは今どこにおる？せがれは何をしておるんじゃ？秀忠殿が軍勢は行く手を阻む真田勢に手間取り、今だ行軍中の様子。正幸なんぞに手間取りおって、くっ、悪忠詰めが。
に暗黒寺の。なんであっちの攻めっとんバカやな。暗黒寺だけ前線に来たんだな。そう、あいつが苦戦してるはずなんだけど。ああ、まだこいつらがおるな、厄介だな。ああ、めちゃめちゃ前線に出てきてるわ。今こそ三成殿の義に応じる時。
かしこまった。知っておいたんだとどんどん負けようと。もしまさこも壊滅状態になる。しもさん倒した。まさか我が部隊が敗れるとは。旅にしてくれよ。よっしゃ、小早川が徳川に着いた。なんと敵は、死なに繋いで村戸、かかれ。
これで勝ちは確定だな。何？ことやかば殿が寝返った。まことか？天下の甥御殿がそのようなことあろうはずがない。おお、ようやく小早川隊が動いたか。これで勝てる。じゃあ逮捕攻撃くらえ。壊滅したな、オタンが。
かしこまった。ボコボコにされるような福島。敵を下してご覧に入れる。数が違いすぎるかな、ちょっと。島津の消滅。まさか我が部隊が破る。
かしこまった。こいつらが参加してこんの助かるな。一万もんか、アナモールは。あ、なんだこいつ。小早川、足おっせえな。まだ合理、こっちに合理戦かよ。つまりボコボコになれ。ああ、もう本体としての機能をなくしつつあるな。足遅すぎるよ。
ああもう三成な手下がおらんじゃんもう。まともに機能してる部隊が2部隊だけか。毛利とか戦ってくれんし。やっぱ福島さん強えな。暮らしてご覧に入れる。もう三成本体ボコボコだな。あ、一番最後に料理してやるんだ。
うわー、クソ、モスカは結構ダメージ受けた。やばい。アンコウジこんなとこ逃げとけやから。まとまらせんけど、これしかこいつだけだな。こいつもでも時間の問題だけど。返り討ちにあったわ。はいはい。いや、君たちだけだからもう元気なのはもう、もうどんどん取り組み方倒されるよね。
みたい。前へ。撃て。まだ全然元気やん。おお、山内和弘来た。遅すぎるよ。暗黒時点で倒しとけ。必ずや敵を出してご覧に入れ。鉄砲隊もう徳川本体も全然無傷じゃん。しまうな、これ。必ずや敵を下してご覧に入れる。
引け。もはや自宅で離反したんかな、分からん。他毛利と吉川は犠牲してくれたの。
て。三つ目のくだり、もうボロね。終わった。三つ波。終わった。三成、逃げおった。